ち。あ、何やってんの、香織ちゃん。やっぱりこれだ。なんか最近毛が増えてきたよね。あ、トントンしよう。おはよう、くまもん。おはよう。グッドモーニング。おはよう。おはよう。くまもん、はた。あ、かっこいい、かっこいい。むさんよか、むさんよか。おはよう。おはよう。あ、かっこよかねー。あ、今日も 風があるけん、はためきおろす。くまも中に行こっか。呼ばれてる、くまも呼ばれてる。あ、呼ばれてると思う。呼ばれてるって。みんな、くまも今からお米を行くよ。行ってきます。え、もう時間？あ、10時なってるよ。あ、もう10時なってるやん。あ、もう10時なってる。かわいい。くまもんのサプライズ、くまもん大代表、くまもんです。よろしくお願いします。くまもんもお米の PR にやってまいりました。よろしくお願いします。おはよう。今日はよろしくお願いします。皆さん、たくさんの皆さんに集まっていただいてありがとうございます。今日はたくさんお越しが伺うんですけれども、皆さんに今日ご紹介するのは昨年の11月に発表したばかりの新しい品種、お米の名前は熊さんの輝きと申します。もちもちしてとっても美味しい、熊本を代表するこれから将来のある美味しいお米になるんですけれども、これから皆さんに味わっていただくためにくまもんと一緒に配りましょうかね。また広報の食品レジの方では食べ比べを行っておりまして、簡単なアンケートにお答えいただきますと、先着500名の方に今日のこのくまさんの輝きのサンプルをお配りいたしますので、ぜひそのほどもお家に帰って味わっていただければ嬉しいです。さあ、それでは準備をお願いいたします。さあ、皆さん、いつもどんなお米を食べてますか？熊本には有名なお米がたくさんあります。さあ、くまもん準備できました。持っていただいて、かっこいい、かわいいお友達にたくさん配ってくださいね。皆さん、たくさん今日はご試食ご用意いたしておりますので、またよく後ろの方にも回るように順番に受け取ってくださいね。さあ、皆さん、お友達くまもんから直接受け取ってください。もらってないお客様は、お友達は前の方までお願いしますね。お兄さん、お姉さん、お父様、お母様もどうぞ皆様前の方にくまもんからもらってくださいね。
お米、くまさんの輝きをお配りしております。大きな声で朝から失礼いたしますが、皆さんの大好きなくまモンが美味しいお米、宣伝しにやってきてくれました。どうぞ皆様お寄りくださいませ。どうぞ。昨年の11月に鹿児島知事よりご紹介いただいております、発表されました新しいお米で、くまさんの輝きというお米です。粘りが強く甘みも増しております。熊本の、お米の名前で、品種名は熊本58号という名前で、一目ぼれ系列の美味しいお米でございます。研究に15年の歳月をかけて、じっくり皆様のためにお作りいたしました。そのまま後ろまで回りましょうね。じゃあ皆さんのお手元に届くまで、はい、お運びいたします。